オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。日本では東京オリンピックに続きパラリンピックが開幕しました。スペインからもこの東京大会に135名の選手が出場しています。今から約30年前の1992年、スペインのバルセロナで夏季オリンピックが開催されました。開会式でアーチェリー選手が聖火台に向かって火のついた矢を放ち点火したシーンをご記憶されている方もいらっしゃるんではないでしょうか。今日はたった一度だけスペインで開催された1992年のバルセロナオリンピックの秘密を7つのポイントから解説していきます。 Vamos a empezar。 その1、3度目の正直。1992年7月25日から8月9日まで、スペインのバルセロナで開催された夏季オリンピック。これは1968年のメキシコ大会に続き、スペイン語圏で開催された2度目のオリンピックとなりました。実はバルセロナはこれ以前にも1924年と1936年のオリンピックの開催地に立候補していましたが、いずれも最終的には選考に漏れてしまいました。1924年はフランスのパリで、1936年はドイツのベルリンで夏季オリンピックは開催されました。そして3度目の正直でようやく夢が実現したのがこの1992年のバルセロナ大会でした。実は歴史を紐解いてみると、かつてギリシャのオリンピアで開催されていた古代オリンピックとバルセロナには不思議なつながりがありました。ローマ帝国下、バルセロナがまだバルシーノと呼ばれていた頃、この地の出身だったルシオ・ミニシオという選手がスペインの歴史上初の金メダリストとなりました。これは紀元129年に開催された第227回古代オリンピックで、彼が優勝したのはクアドリガという競技でした。クアドリガというのは4頭の横並びの馬に引かせた馬車で走る競技で、現在は世界中のモニュメントにその彫刻などを見ることができます。1992年のオリンピック候補地としてのバルセロナのアピールポイントは、クーベルタンの提唱で始まった近代オリンピックで、1896年のアテネ第1回大会、1960年のローマ大会に続く第3の地中海都市での開催ということ。また古代オリンピックでは戦術のルシオ・ミニシオ選手がバルシーノ、バルセロナの出身だったことなどを誘致の最大のポイントとして挙げていました。そしてフランスのパリ、オーストラリアのブリスベン、旧ユーゴスラビアのベオグラード、イギリスのバーミンガム、そしてオランダのアムステルダムを破り、2位のパリに大差をつけて開催地に決定しました。その2、大会マスコットコビーの商業的成功。1992年バルセロナ大会のマスコットはコビー、スペイン語ではコビと呼ばれるキャラクターで、スペインの世界的デザイナーハビエル・マリスカル氏がデザインしました。コビーの名称はバルセロナオリンピック実行委員会コミテ・オルガニサドル・デ・ラス・オリンピアダス・デ・バルセロナの略称 COOB から来ています。オリンピック期間前からこのマスコットは様々なグッズに使用され、スペイン国営放送は The Kobe Troop というテレビアニメを制作しました。英語に若干拒否反応のあるスペインにおいて、あえて英語のタイトルをつけたのも国際的な成功の目論みと言えます。日本でもコビーの冒険というタイトルで NHK で吹き替え版が放送されました。日本でオリンピックのマスコットをモチーフにしたテレビアニメは、1980年のモスクワオリンピックの子熊のミーシャ、1984年のロサンゼルスオリンピックのイーグルサムなど、日本国内で独自に制作されたものはいくつかありましたが、開催国で制作された全56話という長い連続テレビアニメを日本で放送したのは、コビーの冒険が初めてのことでした。この大会以降、オリンピックの公式マスコットが主人公となるアニメは日本では放送されていません。
このコビーはコカ・コーラやダノンなどのオリンピック公式スポンサーとも大々的にタイアップしたことで世界的な知名度を得たこともあり、 IOC 国際オリンピック委員会は1980年のモスクワオリンピックのミーシャと並び、1992年のバルセロナのコビーは商業的に最も成功したマスコットと発表しています。その3、オリンピックとパラリンピックの同じ市での開催。近代オリンピックの歴史は1896年に始まりますが、当初からパラリンピックが同時開催されていたわけではありませんでした。パラリンピックの起源とされているのは1948年7月28日、ロンドンオリンピックの開催と同時にイギリスのストーク・マンデビル病院で開催された障害者のためのスポーツ大会とされています。この病院には第二次世界大戦で負傷した兵士のリハビリ施設があり、手術よりもスポーツをという理念を掲げていました。この病院のリハビリ科の医師、ルートヴィヒ・グッドマンが提唱したとされています。1948年から毎年開催されたこの障害者のためのスポーツ大会は、最初は入院患者だけを対象にしたものでしたが、やがて病院関係者以外の出場も認められ、1952年には国際スポーツ大会となるまでに成長しました。やがて1960年には、この障害者スポーツ大会の提唱者である医師、グッドマン氏が会長となり、病院の名を冠したストーク・マンデビル大会委員会が組織されました。そしてこの年にオリンピックが開催されたローマで、第9回ストーク・マンデビル大会が開催される運びとなりました。これが第1回目のパラリンピックと呼ばれています。第2回パラリンピックは1964年にオリンピックが開催された東京で、第13回ストーク・マンデビル競技大会として開催されました。しかしその後、この障害者のためのスポーツ大会は必ずしもオリンピックの開催地と連動したわけではなく、1964年の東京での第2回大会を最後にオリンピックとは別の都市、そして時には別の国で開催されるケースが続きました。1968年のメキシコオリンピックの年はイスラエルのテルアビブで、1972年のミュンヘンオリンピックの年はドイツのハイデルベルクで、1976年のモントリオールオリンピックの年はカナダのトロントで、1980年モスクワオリンピックの年はオランダのアーネムで、1984年ロサンゼルスオリンピックの年はアメリカのニューヨークとイギリスのアイリスベリーで、そして1988年のソウルオリンピックの年に初めて IOC 国際オリンピック委員会が関与する大会となり、この大会でパラリンピックという名称が正式に採用されました。以降、オリンピックの開催地でパラリンピックが開催されるようになります。夏季大会ではソウルに続く1992年のバルセロナオリンピックがパラリンピックという名称の下では2回目の大会となり、以降、アトランタ、シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ、そして今年の東京でのパラリンピックに続きます。少し話がずれますが、バルセロナオリンピックが開催された1992年までは、夏と冬のオリンピックが同じ年に開催されていました。1992年の冬の大会はフランスのアルベールビルで開催されましたが、その2年後の1994年にノルウェーのリレハンメルで開催することで2年ずらし、その後は4年ごとの開催となり、1998年の長野オリンピックに続きます。その4、超豪華な開会式。開会式の音楽監督を務めたのは、三大テノールとして世界的に有名なホセ・カレーラス氏でした。彼の素晴らしい音楽家ネットワークが駆使され、開会式にはプラシド・ドミンゴ、モンセラト・カバジェ、アルフレド・クラウス、テレサ・ベルガンサといったそうそうたるオペラ歌手が名を連ねました。この開会式では本当はモンセラト・カバジェとの共演関係もあった、
クイーンのフレディ・マーキュリーも登場する予定だったんですが、オリンピックの前年に亡くなってしまったため叶いませんでした。またこの開会式では坂本龍一氏が地中海の神話をモチーフにした楽曲を作曲し、ご自身でオーケストラの指揮もされました。開会の宣言は前スペイン国王フアン・カルロス1世が行いました。当時皇太子だった現天皇陛下もこの開会式に参列されています。開会式のアナウンスなどで聞かれるオリンピックの公用語は、通常フランス語と英語に並んで開催国の言語の3カ国語となっていますが、1992年のバルセロナオリンピックの際には、開催国の言語としてスペイン語だけでなくカタルーニャ語も採用され、公用語が4カ国語となった珍しい大会でした。開会式と閉会式での選手団の入場は、スペイン語でもカタルーニャ語でもなくフランス語の国名での順番でした。その後、プロの参加枠が拡大し、競技レベルが格段に上がった大会。長い間オリンピックにはプロ選手の出場が認められていませんでした。しかし、普段から応援しているプロスポーツ選手の活躍をオリンピックでも見たいという流れから、オリンピック憲章が変更され、バルセロナの一つ前のソウル大会で、テニスなどの一部の競技に初めてプロの参加が認められるようになりました。プロが出場できるかできないかは競技ごとに違うんですが、1992年のバルセロナオリンピックでは、このプロ枠が大幅に拡大し、それにより各競技のレベルが格段に上がった大会となりました。特にバルセロナオリンピックで人々が熱狂したのは、アメリカの NBA の有名プレイヤーで固めて、当時のスーパースター、マジック・ジョンソン氏が率いたアメリカのバスケットボールチームでした。どの試合でも圧倒的な強さで勝利し、スター選手の目覚ましい活躍が際立ったバスケットボールは、バルセロナオリンピックで一番盛り上がった競技でもありました。アメリカ本国ではそれぞれ別のチームで活躍されるスター選手が一堂に会して編成されたこのチームは、ドリームチームと呼ばれ、世界中の注目を集めました。このバルセロナオリンピックでの注目がきっかけとなり、世界的なバスケットボールの人気が高まっていくこととなりました。その6、日本選手の活躍。バルセロナオリンピックで日本は3つの金メダル、8つの銀メダル、11個の銅メダルの合計22個のメダルを獲得しました。競泳の岩崎恭子選手が200メートル平泳ぎで当時最年少となった金メダル。柔道男子の吉田秀彦選手が78キロ級で、古賀稔彦選手が71キロ級でそれぞれ金メダルを獲得されました。バルセロナ大会から正式種目となった柔道女子では、田村亮子選手が48キロ級で銀メダル。そしてマラソンの有森裕子選手も銀メダルに輝きました。その7、スペイン人に評価の高いオリンピック。バルセロナオリンピックの最大の特徴は、スポーツ競技の施設を量産するよりも、バルセロナの都市整備に多額のお金をかけたことにあったと思います。多額の税金が自分たちの街の整備のために使われた。そのため、バルセロナ市民にとっても、バルセロナオリンピックが自分たちのオリンピックという自覚や誇りがあったと言われています。現在バルセロナは2030年の冬季オリンピックに立候補しようと準備を進めています。1992年のバルセロナオリンピック特集いかがだったでしょうか。このバルセロナオリンピックの開会式でフラメンコの有名な踊り手クリスティーナ・オヨスさんが真っ赤な衣装を着て踊る姿を見て、スペインとフラメンコに憧れ、大学でスペイン語を専攻しようと決めた私にとっても思い出深いオリンピックでした。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねお願いします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの雑学やスペインの街の様子などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!